東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の加熱クロス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはバブルガムフェロー、キングオブセカンド、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがバブルガムフェロー、バブルガムフェロー、競りかけていきました。その外から藤野真剣王、ピンクの帽子、加熱クロス、その後ろ片野ミリオン、そのうちに続いています。内からはヤマニンパラダイス、ジェニュイン、いい位置です。すぐ後ろに東海太郎並んで10番堂島無敵、アマジックマン、この馬もこのグループ、マッハジュピター、そのうちに続いています。その後ろにダンスパートナー、赤の帽子、大隅タイクーン、その後ろしんがりからリコーペガサス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度15番キングオブセカンド、レースを引っ張ります。その横にメジロエーデン、その外に藤野真剣王、タイキマーシャル、そのうちに続いています。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。さあ先頭はカタノミリオ、キングオブセカンド、ほとんど差がありません。メジロエーデン、3番手ジェニュイン、いい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はカタノミリオ、さあいよいよ直線の攻防、カタノミリオ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はバブルガムフェロー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、ジェニュイン、いい足、ここから勝負をかける。カタノミリオいっぱいになった。カタノミリオ先頭、あと 200m、 カタノミリオ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。カタノミリオ先頭、あマジックマン迫る。カタノミリオ先頭だ。カタノミリオ1着、カタノミリオ1着、2着にはどうやら、あマジックマン見事に勝ちました。カタノミリオ、ジェニー敗れました。これは掲示板までです。
Thank you.
短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭は片野大君、残り 200m、 片野大君後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。後続は大きく離れました。2番手はエアサ、片野大君この馬で決まりか。片野大君独走、片野大君ぶっちぎりです。片野大君1着、2着は微妙です。これは物が違う。片野大君4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって片野ミリオン、あと 200m、 先頭は片野ミリオン。エアグルーヴ必死に追いすがります。先頭は片野ミリオン、片野ミリオン先頭。エアグルーヴ迫る、一気にエアグルーヴ、エアグルーヴ、エアグルーヴ1着、2着にはどうやら片野ミリオン。エアグルーヴ天皇賞秋ジャパンカップに続き、秋の牡馬三冠を完全制覇。
Thank you.